こんにちは、S&D です。今日はオーバーパスのトライ率を上げるための練習方法を紹介していきます。オーバーパスの基本やポイントなどをたくさん出していますので、ぜひ再生リストからご覧ください。以前別の動画でオーバーパスを上ではなく前で捉えてしまうので、それを改善したいというコメントがありましたので、今からの練習とポイントを参考にしてみてください。まず一つ目は、壁に胸とお腹を両方ピタッとくっつけます。そのまま直上パスを行っていきます。膝をついて練習をしても、立って練習をしても、どちらでも構いません。なるべく壁のスレスレを上げていきます。顎を引いて上目遣いでオーバーを行っていきましょう。なぜ胸とお腹を壁にピタッとくっつけるのかというと、顎を上げて前で捉えようとすると胸が離れてしまいます。なので、それを防ぐためにぴったりとくっついたままオーバーパスを行うことで、この位置ではなく、この高い位置でボールを捉えるということを、この練習で覚えていきましょう。2つ目の練習は、膝をついた状態でバックパスを行っていきます。体スレスレに落ちるぐらいの位置にボールを置いてもらって、それをバックパスしていきます。高い位置に置いてもらえるので、この位置で取ることがないので、位置を上げる感覚をつかむことができます。1人の場合は自分で投げてパスを行っても OK です。前で捉えたいがために、体を後ろに反らして、このようにパスをしないようにしていきましょう。今回のポイントを意識しながら練習することで、安定したオーバーパスができるようになるので、ぜひ行ってみてください。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。